ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。で今回ご紹介させていただくお車がジャガー F タイプ R、はい、AWD ですね、はい、こちらをご紹介させていただきます。もう過去ちょっと最高というか、うん、もう1、2を争う僕の興味がある車です、うん、はい、ちょっと本当に今回は本当ですか、はいはい、かなりこういろいろ見ていきたいなっていう、はいはい、そんな車です。いつも以上に、はいはい、ちょっとじゃあ順番に外装から、はいはい、ご紹介させていただきたいんですけれども、はい、これ車はそもそも、うん、もう名車 E タイプのオマージュなんですよね。 その通りですね、はいはい、で僕も正直そんな E タイプ詳しくないんで、うん、もうふわっとしか分からないですけど、はい、もうなんか世界一最も美しい車と言われた、うん、そうですね、はいはい、結局、ね、僕らの今の時代にしてみれば相当古い車になってしまうので、その比較っていうのはなかなか難しいんですけど、現代的な車から見てもこうデザインはなんていうんですか、スタンダードなんていうんですか、こう昔からある2ドアクーペ、ロングノーズショートデッキ、そうですね、最近ちょっと珍しい感じですよね、はい、意外とそうかもしれないですね、はい、コンパクトなボディなんですけどフロントノーズがかなり長い、こんなに長いの最近珍しいですよね本当に。本当ですね、はい、うん、そしてこう随所にこうボディラインとか、はいはい、ちょっと後で触れますけど後ろのラインとか、そうですね、なんかちょっとその E タイプ、まあ、僕も実車はドイツ行った時あったっけ、うん、あったかな、もうふわっとしか見てないんで、はい、そんなに詳しくはないですけど、うん、なんかあそういえばっていう こうラインがこう確かに随所に見られるっていう、はいはい、そんな車を、うん、はい、でボディカラーは今回ちょっとこう、はい、やっぱりイギリス車らしいというか、う、ね、定番のなんかちょっとメタリック多めな、はいはい、真っ白白のボディ で、はいはい、そして前回りからいくと、はい、前回りの衣装が特になんかこう、うん、継承してますよね。そうなんですよ、ちょっとグリルがこう、そう真ん中に寄っててちょっと上気味でっていう感じ。そうです、そうです、はいはい、あとはこの個体で言うとちょっと戻りますけど、ボディカラーホワイトのメタリックなんですけど、これとても珍しいです。あ、そうなんですか。 F タイプ R ってほぼほぼ白っていうソリッドのホワイトしかないんですよ。あ、なるほど、はい、なのでこのようにホワイトのメタリックのボディカラーは、まあ、当然オプションなんですけど非常に珍しいです。なるほど、はい、あとは、タイプ R、 この車をジャガーすごく見てる人は多分分かるんですけど、普通だと分からないんで、あの一応言っときます。ここの赤いの、え、それが R の証なんですか、はい、あ、そうなんですか。R って一応、まあ、通常モデルというかスタンダードなモデルの一番上になるんですよね、うん、そうです。でその上に SVR ってまたちょっと特殊なのありますけど、うん、まあ、通常ラインナップのほぼ一番上、そうです、はい、もともとこのお車が発表された時には普通の FR モデルでタイプ FR っていうのがトップグレード、一番上のスポーツ上級クラスでしたね。でそれをそのまま継承して AWD、 いわゆる4駆なんですけどに追加モデルになって、その当時ではトップグレード、この当時は一番上のグレードでした、はい、でオプションのホワイトメタリックで、ここが赤いエンブレム。あ、そんな違いもあるんですね。そうなんですよ。あとはもうこの辺が通常の F タイプと違って、グロスのブラックにペイントされています。高級感ありますよね。そうですね、すごく、はい、イメージ変わります、うん、そしてお車はもう前期型ということで、はい、もう最近なんかマイチェンここ数年でそうされてますですよね、はい、でちょっとこう横長の、うん、ライトになっ て、そうライトの衣装がちょっと変わって、そうですよね、うん、ちょっと同じ車で、車というか同じ車のカテゴリーで例えるのがあんまりよろしくないですけど、うん、まあ、ちょっとテスラっぽいというか、はい、あ、そうですね、はい、なんかそんな感じはありますね。そんな雰囲気の 、はい、顔になってますよね、うん、でちょっとこの前期の方がなんかこう先代のこうそう、E タイプをちょっと彷彿させるような、そうなんですよ、はい、ですね、確かにそ, なんかそんな前回り でまた個体が少ないから、はい、そうなんですよね、ちょっとこう新しい古いがもう見分けられなくていいですよね。逆にね、分かりづらいですね、はいはい、僕的には前期かなりこう、うん、あ、なるほどっていう、あ、E タイプとっていう、でも古さはもう感じない、全然デザインなんで全然感じないですよね。まだまだ数年全然これで、はい、そんな感じの前回りになっております、うん、はい、そして横に回っていくとこの辺もかなり見どころが、はい、満載ですよ。これ車高は下がってます？下がってます。あ、なるほど、はい、カーベイの、何でしたっけ、HAS、 そうです、はい、ハイトアジャスターはついてます。なるほど、はい、純正ショックを生かしたまんま車高調化されているキットがついてる、うん、そうです。で適度にローダウンされています。そうですね、はいはい、ホイールもなんかかっこいいですね。これそうカーボンブレードになってます。でこれは20インチでオプションの設定になってますね。あ、これオプションのホイールなんですね。そうです。なるほど、はい、
これカーボンのカバーがついてるんですか。そうです、意外と少ないですね、このホイールを取り付けされている車は。あ、なるほど、はい、でちょっと正直ポイントを言うとちょっとだけ、うん、はい、ビルがね削れてます、はい、まあ、なのでこの辺はそうリペアも可能です。お直しできますので、はい、気軽に大丈夫です、はい、そして横が本当に長い長い長いですよね、うん、このピラーのラインより前ですもんね。そうなんですよ、はい、うん、なんか極論言うとまあ、ベンツだと SL だったりとかそういう車だったりとかって最近やっぱり少ないですよね。さっきツッチが言ってたように極論言うとドアを開けてちょっと下見ると外見るともうすぐリアタイヤがあるっていう、はい、もうそんな感じ、うん、もう本当に伝統のなんかロングノーズショートデッキ。そうですね、はい、そしてデザインがまたそれを生かしたこの、はい、なんですか、フェンダーとこうボンネット、うん、ボンネットここまで来てるじゃないですか。そうなんです、はい、これまた後で開けるのも楽しみですね、はいはい、美しい、はい、この辺のライン綺麗なラインですね。そしてこの辺の造形がまたちょっとそれを強調してますよね、うん、そうこの辺ですね、こうシュッと、そう、うん、こういうカットがすごく綺麗です。でプレスラインもここずっと通ってます。はいはいはい、なんかもうより長さというかこのラインを強調させるプレスラインで、そうですね、デザインされてますよね、うん、なのでフロントのフェンダー、リアのフェンダーのこう広がりっていうんですかね、抑揚というんですかね、これがさらにこうより一層分かりやすい。だから本当にネットとかでこう真横からのシルエット見ると本当にこうなってるんですよね。そうなんですよ、こういうシャッっていう、そう、もう本当に美しいボディラインでございます、うん、ですね。そして、まあ、ルーフなんかも今回、はい、ガラスっていうことで。そうですね、オプションのガラスルーフになってます。なるほど、通常はスチールのルーフですね。でボディ同色に通常はなっちゃうんですね。そうです。で今回ガラスってことで、はい、前から後ろまで全部ガラスで、はい、ちょっと ここ真っ黒でこう統一されると閉まっててかっこいいですよね、うん、そうですね、ボディカラーが白系なんでなおさらいいと思います。そしてフロントガラスもまあまあ寝てますね。これまあまあ寝てますよ、うん、でまあまあ寝てるデザインなんですけど、後でこれも中のちょっと見てもらって、内装インテリアです。そうするとその視界のどの程度いいのか悪いのかっていうのも分かってもらえるので、ちょっと後で見てみたいと思います、はい、そしてドアはやっぱり結構大きいです、うん、そうですね、はい、クーペなんで、はい、そして特徴的なのはこのドアノブというか、うん、そうです、はい、横に出てくるタイプの、うん、ちょっとそこのドアノブだけ試しに一回閉めましょうか、はい、なんかこんな感じですっていうのだけ分かっていただくと。ああいいですね、はい、開けます。いいですね、はい、こんな感じです、はい、レクサスなんかもこれ、そうですね、こういうの採用してる車ありますよね、はい、まあ、ここでし、うんと、ここで開けるんでしたっけ。そうです、ボタンで開けて、ボタンで開けます、はい、閉めるときはキー持ってて、はい、キーを持って押し込んでいただければ、はい、ロック閉まるっていう、そんなドアの部分、ちょっと はい、こういうなんていうかギミックいいですよね。いいですよね、なんかね、はい、ちょっとテンションが上がります。そう、はい、うん、そしてサイドスカートも何やらちょっとかっこいい感じに、うん、グロスブラックになってると。そうなんですよ。で、ね、フェンダーとドアパネルが意外とこう曲線強調してるんですけど、サイドスカートは斜めにこうストレートラインに見える感じ。なるほど。でなおかつここの膨らみはうまく丸くしてるんですよね。ああ。なんかねバランスがいいんですよ。で前に行く寸前で消えてってる、ね。そうなんですよ。だからなんかフロントフェンダーがこう外に出てるように見えますよね。そうそうそう。より一層。視覚的に。そう、ボンネットのラインとサイドスカートのエンドのところ、フロントの終わりですよね、始まりっていうんですかね。すごい、うん、これ相当考えられてると思います、見せ方として、うん、そして横のラインがこのまた上に持ち上がってこう下がっていくっていう、はい、これもだからEタイプからのこのちょっとオマージュな、だから斜め後ろから見るとこの膨らみがすごいですよ、ビッて上がってる。そう、これが綺麗なんですよね、またプレスが。ちょっとこれサイドミラーからどんな感じか見てみたいですね。ね、はい、そして適度にこう外側にも出てて、そうですね、はい、いい感じじゃないでしょうか。いい感じです。ホイールも同様のフロント同様のデザインで、はい、でブレーキもしっかり赤くなってるんですね。そうですね。あれですか、キャリパー大きいのがついてるのはオプションのカーボンブレーキなんですか。そうです、稀にオプションのカーボンブレーキついてる車ありますね。でもジャガーの F タイプ R はやっぱり極めて少ないです。あ、なるほど、うん、僕らもあまり見ないですね。そして後ろ僕的にもう今回ちょっと痺れたのがここなんですよ、わかりますでしょうか。わかります、はい、ここグイッと上げてるように見えるデザインしてるんですよね。そうですね、
はい、もう E タイプがまさにそうじゃないですか。そうです、後ろがこうグイッて上がって、うん、でもそれこの年代の車はできないから、はい、ここをこういうふうに黒くして、そうなんですよ、デザインで見せてるんですよね、はい、真横から見た時に ここが急激に上がってるように見せてるっていう、そう、ちょっと痺れちゃいました、僕痺れますね、はい、だからさっきも言ったようにベンツなんかだと SL がこのデザインがすごく近いんですよ。なぜかというと、129の SL までは、まあ、皆さんこう中古車の情報とかでネットでもよく見てもらうと分かるんですけど、リアのスカート、リアバンパーの上がりが、跳ね上がり方がやっぱり普通じゃないんですよね、はいはいはい、あそこのラインって特徴的で、この車もやっぱり共通するんですよ。なんとなくこうクラシカルなデザインで作りながら、中身はもう現代的な車で作ってるっていう、本当にデザインがうまいですよ、ね、いやうまいですね。なんかね、こう継承してるって言えばそうですけど、なんとなくこう E タイプをブラッシュアップしてる、現代的に蘇らせてるって言ってもいいぐらい、まあ、メーカーもそういうふうに言ってるので、まあ、そういうところなんじゃないかなと思います。なるほど、うん、そして後ろもう本当になんか特徴的な、はいはい、この辺はもう E タイプを継承してるというか、もう本当に新しく作り直してるっていう、そうですね、テールランプのデザインだったりとか、うん、もう この辺の感じとか、はい、そうですね、はい、そしてリアには大きめのこのジャガーのエンブレム、はい、そこなんですよ、僕言おうと思ったんですけど、僕個人的にですよ、これとこれでかすぎんじゃねえのと思って、もうちょっと僕も思います、それは、ね、もうちょっと控えめでもいいかなって、そう、はい、意外と車がコンパクトなんで余計大きく見えちゃうんだと思います。確かに、確かに、これが XJ シリーズとかだと全然違和感ないんですよ。なるほど、F タイプなんでちょっと大きいかなと。そうですね、車のキャラクター的に、はい、またこの面積がちょっと狭いですからね、意外とね、余計大きく見えちゃうっていう、でもちょっと主張してもいいところかなっていうはい、はい、そんな感じです。そしてマフラーもしっかり、はい、これ4本出しで、そうなんですよ、しかも車外の、わかりますか、ツッチ、はいはい、カプリストでございます。そうです、独特な形の、はい、これはいいですよ、いいですね、はい、僕、はい、去年工場見学も行かせていただいて、はい、はい、ちょっと品質も作ってる工場も、うん、はい、全部見てきたんで、はいはい、本当に自信を持ってお勧めできる、そうですね、はい、マフラーがついております、はいはい、音も本当にしびれちゃうようなサウンド、しびれますよ、はいはい、ちょっと後で聞いてみたいと思います。そうですね、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。開けるのはこれそのまま、そうです、そのまま引いてください。はい、なるほど、はい、どうぞ。中めちゃめちゃかっこいいですね。かっこいいです。真っ赤かじゃないですか。そうです、はい、真っ赤かというかちょっとワインっぽいですか。そう、あの結構あのトーンを抑えてますね、ボルドー系というか、ちょっと落ち着いた感じの、そうです、はい、これ多分あの車の性質と、あと運転のしにくさ、あの赤すぎると発色強いんで、ね、日が当たった時にフロントガラスがパンと真っ赤になっちゃうので、それを抑えつつ。なるほど、はい、ちょっとドアから見ていきましょうか。ドアもこの辺が全部、はいはい、レッドの、そうレザーで、レザーで、はい、この辺ちょっとメカメカしくていいっすね。そうなんですよ、なんかいいですよね、はいはい、こういうところもちょっとクラシカルな演出してると思うんですね。そうですね、丸いボタンにして、そうボタンが丸かったりして、うん、はい、この辺のダイヤルもちゃんとこのギザギザがついてて、そうです、はい、あ、これが横を締め上げるダイヤルなんですね。はい、うん、なるほど。そしてスピーカーなんかは特にオプションというか、なんかこう、うん、そういうのでなく標準の、これはメリディアンのオプションですね。これメリディアンのオプションなんです、はい、メリディアンのサラウンドシステムがついてます。なるほど、はい、エンブレムとかじゃない感じなんですね。ここには一応ついてます。あ、こっちについてるんですね。そうなんですよ。なるほど、ツッチよく見てくださいね、はい、すいません。やはりツッチ、はい、あのついてたなと思ったんですけど、そう、はい、僕のこのいい、はい、いいなと思うポイント、はい、いつもツッチも言いますね、ここ色、あー、なるほど、ちょっとこのサテンの、そう、はい、よくないですか。でスイッチ類も全部合わせてます。あ、うん、いいですね、はい、もっと言ってしまえば、はい、そこのプレートですね、はいはい、スカフプレートも、そう、スカフプレートもちょっと抑えた感じのシルバーにしています。金属の質感をちょっと残した感じ、うん、はい、なんかちょっと大人っぽくて、そうです、ね、落ち着いてていいですよね、雰囲気が。シートもこれまたかっこいいですね。かっこいいですよね、はい、うん、ちょっとこうスタンダードなスポーツシートの形ではあるんですけど、はいはい、ちゃんとこうシートベルトのこのベルトホール的なデザインになってたりとか、いい感じです。なんかこう車で楽しむっていうんですかね、こう言ってしまうとこうサンデーレースとかクラブマンレース的なこう意味合いも含めてこんな造形だったりするんでしょうね。なるほど、うん、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、はい、わ、マットもこれかっこいいじゃないですか。ね、かっこいいですよね、はい、縁がちゃんと赤い、はい、うん、マットになっております。そして内装はもう適度なタイト感、はい、タイト感、はい、シートは結構固めです、うん、全体的にもう座面もサイドサポートも
全体的に硬いですね。しっかりしてますね、はい、うん、本当になんかスポーツシートに座ってますっていう、そういう感じです、はい、そしてステアリングはこんな感じです。これちょっとステアリング特徴的なんですよね。そうですよ、ツッチーに教わって僕改めて知ったんですけど、僕予習でちょっと見ちゃったんですけど、はい、うん、エアバッグがなんとこう下にオフセットされてるっていう、中心にないんです、うん、はい、はい、でこれでメーターのこの視認性が格段に良くなってるっていう、これしかないですからね。そうですね、これちょっと珍しいですよね。こういう感じですから、はい、こんなん この隙間とこの隙間比較するとかなりオフセットしてるのが分かるっていう、これどうなんですかね、乗ってみると多分違和感ないと思うんですよね。そうですよね、シャフトの位置は多分ここに来てますよね。ただ回した時にこうエアバッグがこう動くから、そうですね、そこがこうどうなのかなっていうところですよね、うん、でもハンドルの質感はかなりいい感じです、はいはい、ちょっとこの辺もちょっとメカメカしいですね、ボタンも、はい、そうですね、配列も、うん、そしてちょっと小ぶりですけどパドルもついてて、はい、はい、でメーターがこれまたレーシーですね、はい、ちょっとこうフードがこう飛び出た感じの、そうなんですよ、いや、いい感じです、はい、え、しかも300、うん、え、何キロも振ったんですか。360ですね、ですね、はい、うん、まあ、出していけないですけど、でどこまで出るかわからないですけど、はい、もう正真正銘スポーツカーじゃないですか。もうそうです、はい、うん、そしてこっちのレブカウンターもこれ、はい、何ですか、数字が大きくないですか。そうですね、ちょっとあんまり普通の車で見ないぐらい大きいですよね、うん、そう、だからスピードメーターと比較すると数字の大きさが全く違うので、ですよね、ちょっと面白いですよね。普通このサイズですよね、はい、そうです、本当のサイズは、はい、こっちちょっと倍ぐらいのコンゾのサイズで、うん、ただ視認性はかなり良さそうです。そうですね、はい、そして真ん中はやっぱり液晶のインフォメーションのディスプレイということで、はい、うん、で全体的にはもうドライバー優先な感じですよね、はいはい、これは一応真ん中は運転席側には向いてないですか、うん、真後ろですか。多分オフセットはされてないと思いますね。されてないですかね。正面向いてると思います。これでそう感じるんですかね。そうです。なるほど、うん、すごくないですか。はい、すごいです。このなんていうんですか、全体的な造形で、はい、でドライバーの周りだけ黒くしてるんですよ。あ、わかります。あ、なるほど、ステアリングも含めて。そうですね、で助手席の前はこっちが、はい、もうこれがバイカラーになってますから、黒で裏側が赤、はい、本当そのままこっち赤いんですよ全部。もう完全に運転席と助手席が別の考えですね。これ全く隔離されてる感じです。ちょっとコックピット感がすごいです。そうなんですよ、すごいですよね、はい、ちょっとそしてあのまた別の車と比べるのが正しいか正しくないか分かんないですけど、はい、ちょっとアストンと同じ匂いを感じてしまいました。あ、分かりますな、はい、うん、なんかイギリス、ね、同じイギリスつながりなのか、はい、ちょっとこの辺の造形とか、うん、はい、そしてこの辺もちょっとメカメカしい感じが、うん、そう、スイッチ類も、はいはい、僕ね、あのこのこれが好きなんですよ。え、いいっすね。なんか、はい、分かります。ちょっとタイヤっぽいっす。あ、そうです、そうです、そうです、そう、はい、多分メーカー的にもそういうのをこう出したかったのかなっていう、はい、わざわざゴムにして、はい、こういうところもタッチも、はい、プラスチックにしたりとか、はい、でザラザラで、はい、でカーボンパネル、はい、触った感じはかなりいいです。いいですよね、すごく。スイッチの質感もいいですね。すごくいいです、はい、うん、へえ。でこのカーボン、カーボン調っすか、これは。カーボン調だと思いますね。調っすね、うん、のパネルもついてて、はい、R のエンブレムも入ってて。そうですね、はい、でシフトはちょっと定番というか、はい、のこのグリップタイプの、うん、はい、シフトですけど、これちょっと変わってますよね。え、どういうことですか。あ、なんですか。この普通のパターンですか。あ、そうです。ここに惑わされちゃいけないんです、ね、いけないです、いけないです、はい、普通のパターン、普通のスタンダードなパターンでパーキングここで、うん、そうです、はい、これがモードの切り替えですかね。そうです。なるほど。 あ、うん、あ、これもなんかちょっと変わった感じですね。ね、カチッカチッとかじゃないんですね。そう、スッスッっていう。そうで、スイッチもなんかこうやって切り込みがあってなんかスライドしてるように見えるんですよね、はい、なるほど、はい、これ面白い感じです。ちょっとこういうギミックいいですね。いいですね、はい、うん、凝ってます。そしてこれなんですか。これ何ですかね。何かちょっと小物入れというか、はい、そうですね、小物入れ的になってると思います。コインケースみたいな、はいはい、もしかするとこれかぶり売れだったのこっちのスイッチだったかな。ちょっとごめんなさい、 F タイプってもともと3リッターかぶり売れで始まってるんで、はい、もしかするとそうかもしれないです。そうかもしれないですね、はい、なるほど。じゃあそれ良かったで、うん、そうですね、パーキングと、はい、この辺がモードの、うん、あ、リアのスポイラーの出し入れなんかも。そう、マニュアルで出し入れできます、はいはい、そして、うん、ドリンクホルダー。ドリンクホルダーの底もなんかこのステンかアルミか、うん、ついてるんですね、金属の、うん、高級感がかなりあります、 ありますね、うん、ああ、うん、分かります、こういう質感、うん、はい、パカッて開いちゃわないっていう。そう、スーッていいですよね、はい、そして、うん、アームレストの中は、はい、ちょっと割と狭めですけど、はい、シガーソケットとシガー、ちゃんとメッキのシガーで、はい、はい、こんな感じで。なるほど。で USB と、そうです、はい、AUX が AUX、はい、1ケットついてる。
これもともとこのお車って発売当初チレジチューナーがついてないんですよ、この車自体が、はいはいはい、なので AUX 接続で、あ、なるほど、はい、フルセグのチレジをこの車と付けされてる、そうです、はい、そしてその後ろは何にもないですか、何もないです、あ、ここはでも一応、はい、小物入れ的 な、はいはい、これレザーですか、レザーですね、あ、これはもうごめんなさい、合皮かな、はい、でもなんか巻いてありますね、うん、綺麗な感じで巻いてあります、はい、質感は悪くないです、はい、で深さはどうですか、はい、僕の手でここまで、なるほど、指全部みたいな感じです、はい、でゴムパッドが入ってます、はいはい、ちょっとしたものなら入れられそうか、はい、入りますね、はい、うん、そして、うん、ピラーは黒のファブリックで、はい、天井も黒のファブリック、うん、はい、そしてルーフはちょっと低めですけど、はい、やっぱりスポーツカーというかこのスタイリングですから、うん、ちょっと低めなルーフ で、うん、はい、で全部ガラスっていう、はいはい、で当然閉じられるんですよ、はい、シェードがついてます、あ、なるほど、はい、え、ここの質感もなんかちょっといいですね、すごく、そう、すごく肌触りいいんですよ、いいですね、はい、なんか定番 の、 スケスケのファブリックとかじゃなくて、あ、そうですね、はい、結構ちゃんとした感じの、はいはい、ものが使われてます、はい、だから天井低くても全然圧迫感ないですね、全くないです、ガラスでこう抜けてるんで、そう、はい、あとは乗り込んでこうやって見ると分かるんですけど真っ平らじゃないじゃないですか、はい、だからこう開放感も強いですね、あ、なるほど、ここ R がそう、R って若干ついてますね、はい、うん、そして後になっちゃいましたけど、はい、運転席からの眺めはこんな感じです、うん、視界どうですか、視界は正直そんなに広くはないですけど、はい、外から見たイメージする視界に比べるとかなり広いです、ですよね、はい、助手席なんかものすごい広いですよ、ハンドルとメーターパネルがないん で、ね、多分これガラス自体が大きいじゃないですか、長さが、はい、だから傾斜してる割には視界確保できてますね、なるほど、あとダッシュボードがなんかうまいことをこう、そう、傾斜が作ってるからですか ね、全然悪くないです、これ助手席すごい低いんですよ、はい、ダッシュボードが、はい、だから圧迫感全然、ね、はい、全然ないです、うん、いや意外に外から見たらもっとこう見えないのかなと思ったら全然窮屈な感じしないですもんね、はい、ちょうど僕の座高高めのちょっと視点ですけど、はい、普通の人が座っても多分これぐらいは全然十分で確保できるんじゃないかなっていう、うん、ね、はい、大丈夫だと思います、で今回の車はドラレコが、うん、そう、ドラレコついてますよ、ついてるんですね、うん、なるほど、はい、そして小ぶりの、うん、はい、バイザーもついてて、はい、いや、いいな、どうなんすかねこれ、はい、なんでこんな小さいんですか、思いますけど、これ役に立つんですか、僕が言っちゃいけないですけど、確かにちょっと小ぶりなのがついております、そうですね、はい、じゃあいよいよ、うん、オンにしてみてもよろしいでしょうか、どうぞどうぞ、ちょっとオンにしたいと思います、はい、ポチッ、あれもう一回でしたっけ、これいつ出てくるんですか、エアコンの操作でもう一回、多分もう一回ですか、うん、うん、出てくると思う、これ来た、うわー来たー、これいいっすねこれいいですね、はい、ちょっと意味があるのかどうかは分かんないですよ、はい、はい、けどいいですこういうの、はい、こういうギミックね、大好きです、いいですね、はい、そして気になるナビ周りは、うん、はい、これどんな感じでしょうか、でこれで、あ、それナビなんですけど、はい、でしょうね、あ、なるほど、はい、レンジローバーとかお乗りの方にはもう見慣れた感じだと思います、はい、ジャガーレンジ共通なんで、はいはい、そんなに超こう最先端というか、そうですね、はい、っていうわけじゃないですけど、世代で考えれば一つ前世代ぐらいになるのですかね、まあ、一応使えるというか必要にして十分な、はい、十分だと思います、はい、ナビがついてる、そうですね、一応、あ、ああ当然全部タッチで、そうです、はい、あれ、うん、はい、であとはそれです、はい、この辺で、うん、はい、まあ、一通りそうメディア関係がついてる、はい、ついてます、はい、これ、あ、これがエアコン操作、エアコンですね、あ、なるほど、はい、エアコン操作、あ、こっちで風の操作なんかして、うん、細かい設定できます、はい、でこっちなんかでそうです温度とかの設定をすると、はい、そうですね、はい、でパーキングと、はい、パーキングはこれ出ない感じですか、うん、パーキングオフですけど今エンジンかかってないので、あ、なるほど、はい、そんな感じですか、うん、そんな感じですね、そして、うん、メーターセンターのディスプレイはこんな感じでございます、はい、ちょっとかけてみてもいいでしょうか、どうぞ、うわー、素晴らしい、わー超レーシングサウンドじゃないですか、ねえ、かっこいいですね、はい、で、一通り
こんな感じで一通り変えられると、うん、なるほど、はい、あでステアリングヒーターもついてるんですか。そう、ついてます。ああ、あったかい、はい、すぐ温まります。いい感じですね、うん、はい、ああ出ましたね。エンジンかけてないからね。当然シートヒーターも、はいはい、ついてますね。ついてるんですね。はい、なるほど。こんな感じでシートヒーターもバッチリついてると、はい、ちょっと爆音なんで撮りましょう、はい、はい。いいな、うん、ちょっとそして最後になっちゃいましたけど、ちょっとシートもちょっと調整してみてもいいですか。どうぞ。あーシートヒーターめっちゃあったかい。本当早い早い早っ。イギリスだと早いよね早いっすよね。ヒーターも、はい、早い。レンジの時もすごく早かった覚えがあります、うん、はい。そしてシートの調整はサイドサポートと、本当はちょっとドア閉じた方がいいんですけど、はい、結構閉まりますね。相当細い人用にも回ります。いや僕デブなんですぐ閉まっちゃいましたけど、はい、苦しいです僕、はい、かなりいい感じです、はい、えこれいいっすね、ね、はい、ホールド感半端ないです。もう車外シート並みのガチガチのホールドまでこれでできちゃ う, っていう、できますね。動きもいいですね、はい、バッチリです、バッチリです。そして目的ポイントとしてはこのペダルがちゃんと豪華というか、うん、はい、あでフットレストがちょっ と, もうちょっと寂しいですか。寂しいっす、寂しいですね、はい、何かしらつけたいです ね, そうですね、はい、この質感のままちょっと足が乗っかるフットレストが一応ちょっと形にはなって欲しかったなっていう。そうですね、はい、うん、でもこれ結構あの車 の, その右ハンドル左ハンドルでも結構、うん、あるんですよね。そうですね、はい、まあ、もちろんそう、もともと右ハンドルですけど、はい、やっぱり左ハンドルの方がここら辺ちょっとスペースが取りやすいというか。確かにそうですね、ですよね、うん、はい、ただペダルの高級感は、はい、しっかりあっていい感じです、うん、はいはい、こんな内装でございます。はい、ちょっとじゃあトランクチェックに行ってみますか。行きましょう、はい、じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います。トランクこれ足で開けるのはついてないんですか。ないですね。あ、ないですよ、うん、通常のリモコンか、はい、ここの、はい、ボタンで、はい、想像通りの位置にスイッチがついてますので、はい、もうさすがの電動っていう、はい、当然閉めるのも電動。そうですね、はい、しかも、はい、標準ではないんでこれついてないからもあります。オプションなんですね。はい、なるほど、うん、そしてなんかもう こういうところなんですよね。そうなんですよ、はい、なんかさすがだなっていう、うん、はい、しかもここもちゃんと両サイドがこう、うん、サテンのシルバーの、そうです、はい、取っ手がついてて、はい、そしてトランクは正直容量はそんなに、うん、そんなにないですね、はい、ツードアクーペのミニマムな感じなんで、はい、なるほど。ただ決して使い勝手が悪いことはないです、うん、なんかさっきお話聞いたら、はい、ゴルフバッグがこれを外すと、そう外せば、はい、多分そんなに大きいキャリーバッグじゃなければこれちょっと土外しちゃおう。ちょっとこいで、はい、ああほらほら、なるほど、はい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 、うん、そうすると結構いけますね。結構いけると思いますね、はい、長物抜いてもらったりとか。なるほど、うん、まあ、2人乗りの車っていうことで考えてもらえば全然、まあ、必要にして十分な、全然いいと思いますよ、はい、そしてこの下は、うん、なんか、はい、ああなるほど、このままちょっと小物入れ的な感じで、こういうのも嬉しいですよね。そうですね、はい、しっかりついてると、はい、うん、はい、いい感じじゃないでしょうか。いい感じですよね、はい、うん、しっかりとカーペットも張り巡らされて、いい感じですよ。ちょっとじゃあトランクつながりでスポイラーを、ああなるほど、はい、こんな感じ。ちょっと僕が思ってたのと違う出方をしました、はい、本当ですか。こうスッて出るかと思ったら、あそうですね、そうなんかこれちょっと後ろに動きながらみたいな感じですね、はいはい、はい、です。これちょっと動いてるとこ見たらおってこう見ちゃいます ね街中でこう上がる瞬間を目撃したら、うん、でしかもこれ下げられるっていうことで。そうです。結構こうスピード出さないと戻んないなんていう車もマクラーレンでしたっけ。そうです、ありますけど、うん、ジャガーはいつでも出したりしまったりできるっていう。できます。へえ、しっかりスポーツカーですね。はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います。はい、ボンネットがなんとなんとまさかの、はい、まさかの なんていうんですか、前開き、前開き、後ろ開きっていうんですか。後ろ開きですかね、はい、はい、後ろからこう、これ一人で開けちゃっていいんですか。あ、いいですよ。どうやって開け、あ、こうやって開けるのがセッ、うわちょっとアストンっぽい。そうですね、はい、ぐわっと。最近なんかないっすよね、うん、もう本当にあまりないっすよね、うん、
でもなんかこうロングノーズの車がこうやって開くと嬉しくなっちゃうんですけど、僕的にはね、はい、はい。そしてエンジンは5リッターの V8 スーパーチャージャー、スーパーチャージャー、はい、うん、で500馬力オーバーする。そうです。だからもうとてつもないモンスターマシーン、はい、なんですけど、ものすごいパワーですよ。そんな感じを見せなくないですか。そうですね、はい、佇まい的にはね。ですよね、はい、もっと派手でもう内装ももっとこうスポーツしてていいのに、うんうん、普通にこう、うん、とんでもないエンジンが乗っかってる。ケバケバしたがないんですよ。ないですよね、うん、普通にもうジェントルな感じで。ジェントルな感じです、はい、ほんとほんと。そして今回のお車四駆ってことで IDD でしたっけ、はい、なんかちょっとジャガーの独特なというか、うん、四駆のシステムが、はいはい、で最大0-100、そうです、完全に FR まで振っちゃうような、はい、四駆なんですよね。そうです、はい、うん、だ本当にオーバーになった時だけ、うん、なんか介入してちょっと修正するみたいな、はいはい、だからもう振り回そうと思えば振り回せちゃう、ちゃう、はいはい、けどそこをそうしない車なんですけどそうですね、そんな車っていう、うん、そしてエンジンルームのこの5リッターのこのギチギチ感も、はいはい、素敵でございます。なんかねすごくいいですよね。ちょっとこの辺の作りもちょっと普通の車は違いますよね。違います。この辺が鉄板というかもうなんかこ う, そう、うん、削り出してるみたいな、そんなパネルでアッパーが補強されてたりとか、ね、うん、なんか整備性だったりとか、整備性っていうかその例えば何かあった時の足回りの交換だとか、いろんな整備性も考えつつで補強も入りつつっていうことだと思うんですよね。この辺結構合成ありそうですよね。いや合成相当あると思います。ガチガチに、うん、なんか普通にこう鉄板でこうとかじゃないですもんね。そうですね、本当になんか、うん、こういう形の金属を削り出して、はい、組み立ててる感じ、もう全てが補強で考えられてる。でターバーも入ってます、うん、でこうリベットでこう全部、そうですね、全部止めて、うん、もう本当にスーパーカーじゃない、スポーツカーですね、うん、はい、不思議なのがフロントフェンダーとボンネットが一つですよっていう。確かにね。なんでこれがちょっと最近の車あまり見受けないんで、こういうデザインが不思議な感じがします。へ、いやこれすごいな、うん、ちゃんと補強なんかもしっかり、そうストラターバ入ってるし、はい、しっかりしてます。相当本当になんかギャップすごいですね、うん、乗ってるエンジンとこの車の佇まいの、うん、なんか面白いですよだから、うん、ちょっと本当に俺いいです、欲しくなっちゃった、はい、新車の半額ぐらいでしたっけこれ。そうです、ですよね、うん、これ閉めるのどうやって閉めるんですか。これでも落としちゃうしかないんですよ。あ、そうしないと閉まんないんです。いいですか。あー、なるほど。で、相当やろうとすると片側だけ縛る、はいはいはい、で押しても押しても閉まらない、はい、なるほど、になってしまうので、ソフトクローズとかはついてないんで、ちょっとバンと、はい、ちょっとコツがいる感じの、はい、そんなエンジンルームです、うん、はいはい、じゃあ続いて転倒周りを見てみたいと思います。お願いします。スモールはちょうどこのライトのチューブが光る感じですね。そしてロービームはプロジェクターが光ります。でハイビームはそれがそのまま上に持ち上がる感じでしょうか。そしてウインカーはこの下側ですね。そして横はミラーの端が光る感じです。続いて後ろ見てみたいと思います。お願いします。スモールはちょうどレンズの下の部分ですね。そしてブレーキは真ん中とハイマウント。そしてバックはこのバンパーの端っこそれぞれが光ります。そしてバックフォグはこのバックの部分が赤く光る感じですね。そしてウインカーはそれぞれランプの端っこが光ります。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。藤川さん、最高です。
カプリスト最高ですね。最高です、はいはい、F タイプも最高です。最高ですね、はい、F タイプ、はい、かっこいいです。この形のこの車からこの音がするのかっていう、はいはい、ね、ゾクゾクしてますね。ゾクゾクします。これいいな、はい、これいいっすね。ね、ちょっと本当に欲しいっす、うん、なんかね、古い話で申し訳ないんですけど、はい、この辺の造形って E タイプそうなんですけど、はい、30Z にも似てるんですよ。フェアレディ Z の30240ZG とか、はい、こういう感じなんですよ、抑揚が、だからね、なんかすごく古典的なスタイルでありながら随所にいろんなこうデザインをこうモチーフじゃないですけど、はい、取り込んでて面白いんですよ。これ本当にちょっと特徴的ですよね、うん、独特独特。フェンダーもちろんこう出てはいるんですけど、はい、実際に出てる量よりかも出てるように見えますよね。そう、ここのこう絞ってる、うん、絞ってるから、だからこの辺からこう見るとなんかモリモリ出てる感じがするんですよ。でも実際そうでもないですよ、真後ろから見ると不思議なんですよ。本当に何回こう造形の話をするんだよって感じですけどちょっとこれは本当にいいっすね。現車で見てもらわないと、そうですね、わからないかもしれないんですけど、ものすごくいいですよ、この感じ、この、うん、なんかこの車見てると本当ワクワクしてくる。ワクワクしますね。ワクワクする本当。ちょっとじゃあこの流れでそのまま、うん、もしこの車触るとすればを聞いてもいいですか。はい、ですよ、はい、僕だったらとりあえずホイールは入れないとダメですね。あ、もう車高下がってるんで、はいはい、僕的にはホイールよりかもこうちょっと出面が気になりますよね。もちろんなりますね、はいはい、ちょっとこうもうちょっと出したいなっていう。スペーサーとかですか。そうですね、まあ、それは悪くないですよね、はい、ホイールがいいやつ入ってるんで、はいはい、うん、でホイールも結構いろいろできちゃうんですよね。できます、はいはい、で過去にも結構作ってるんですよね、うん、作ってます、はいはい、うん、なんでもう足元メイクが。そうですね、今回のバイク。いやでもお金かかるところってマフラーと足回りじゃないですか。であとはそう、最大のポイントアルミホイールだけセットアップしてもらえば、確かに、もう普通に BC フォージドでもロティフォームでもいやいやいや、もっと高価なアメタも全然いけるんで、もう何なりと言ってもらえれば、もう一番個性を主張するところですからね。そう、はい、ポイントとしてはね、お好みでいろいろ言っていただければですね、はい、うん、まあ、純正のまま外に出すなんてこともできますし、全然ありです、はい、まあ、いろいろご相談いただければ、はいはい、バッチリできます。いろいろできますので、はい、まあ、足元メイクがおすすめですっていうですね、はい、全国出張買取いたします。欧州車の買取はボンドカーズまで。じゃあ今給油が終わりまして、はいはい、試乗に行っていきたいと思います。前回ちょっと天候不良で試乗ができなかったんで、ね、別撮りになってるんですけれども、はいはい、ちょっとこの走りはいかほどかで、ちょっと車両紹介の時助手席乗らなかったんで初助手席ですけど、うん、助手席めっちゃタイトですねこれ。いい感じじゃないですか。よくない感じでも、ツーシーターだからね、これ足元がとにかく狭い、うん、そうですね、このグローブボックスの張り出しが、うん、こう垂れ下がってきてるんで、めちゃめちゃ足元が、これで一番後ろっすもんだって。そうだよね、はい、うん、でリクライニングももうちょい行きます。リクライニング起こさないといけないですよね。そう、戻されちゃうんだよね、はい、そうそうそう、勝手に。そうなの。ああ、そうですね、そうですね、そんなもんね。直角シートにすればまあまあね、このぐらいは、うん、ただもう本当に直角シートなんで、うん、狙わないですね、これ。狙わないですね。だからもう漏れなく助手席の方にも走りを楽しんでいただく。そうですよ、はい、強制的に。そうですね、楽しみましょうと。いやでもこの狭さがなんか本当にレーシーな感じが、うわーうわー、もうなんかこの大排気量を、はい、大パワーでグイグイ前に出る感じすごいですね。そうですね、すごいですよ。音が、そして今回バルブ付きってことで、はい、はい、今バルブ開放しましたけど、この見た目とこの音のギャップがまさかこの車からこの音が出てるかなっていう。そう。そしてこの開かないですけどルーフガラスになってるんで、はい、車の中の明るさは、はい、めちゃめちゃ明るいです、うん、上だけこう見上げると、はい、開放感すごいんですけどね。そうっすね、足元見なければ、はい、
そうっすね、ここから上のそうそうそう開放感とここから下のタイトさのこのギャップがすごいっすね。ねえすごい。走りは助手席乗る限りだとちょっと何て言うんですか、軽快な感じというよりかは、うん、もう本当にどっしりした、うん、はい、そんな感じです。なんかはい、意外とボディサイズでいうとコンパクトなクーペじゃないですか、はい、走ってる感じで車の挙動とかハンドリングとかって大きい、なんていうんですかね、ビッグサイズ、はい、大きい車の感じしますね、うん、乗ってる感じします、はい、なんていうんですかね、重厚というか、はい、どっしりしてるというか、そういう感じがすごくありますね。なるほど、はい、乗り心地はでも全然悪くないです、うん、全然悪くないですね、はいはい、まあスポーティーな味付けにはなってますけど、うん、全然十分の感じです。まあ、ちょっと僕らが乗り心地悪い車に慣れすぎてて、そうなんですよ大抵のものが受け入れられる説もありますけど、はい、にしてもそんなに悪くない気がしますね。そんな悪くないですね、はい、こんなにダイナミックなんですね。ジャガーダイナミックです。うわさすが 5.5 リッタースーパーチャージャーでしたっけ。はい、5リッタースーパーチャージャー。あ、5リッターか、はい、もうなんか余裕の走りですね。余裕ですね。なんか自分で乗るなら乗りたいですよね。自分で乗るならっていうか、その家族がどうこうじゃなくて、はい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 、自分専用で乗れるんだったらやっぱこう車は欲しいですね。そうですね。うん、ちょっとこれ助手席の方にもこのタイトさを強いることになっちゃいますし、はい、そうですね、はい、ちょっと5リッターあると税金問題もありますから、うん、なかなかファミリーユースでは難しいかもしれないですけど。そうですね。そしていつの間にかしまわれてたこのドアの取っ手は走り出すと畳むでしょ。そう、車速が出ると。そうですよね、はい、一定速度になるとしまわれます。収納されると。はい、はい、そんなに踏んでないんですけど結構勇ましい音しますね。そうですね、はい、ワイルドサウンドが、はい、ちょっと純正僕乗ったことがないんで何とも言えないですけど純正も、はい、F タイプ R はそこそこいい音しますね。へえ、まあ、5リッターですからね。そうですね、はい、最近どんどんこうダウンサイジングが進んでって、はい、排気音のこのやっぱりなんていうんですか、こうワイルドさというか。そうなんですよ。まあ各社いろいろ頑張ってこう演出はしてても、うんうんうん、根本のとこはやっぱりちょっとね、はい、やっぱり作り物で音を出すのとわけ違うんで。確かに難しいところですけどね。なるほど、なかなか。そしてこのウインカーの音好きなんですよ。そうですか。はい、このなんていうんですか、ドイツ車にもない、うん、イギリス国産車にもないこの、うん、はい、ちょっと独特な音しません？ジャガーとかレンジローバーとか。そうですか。はい、この音がちょっと響く感じの。そうですか。僕レンジ なんだっけな否定的ですけど、僕なんだっけなイボークか、うん、乗った時のイボークもこんな音で、うん、やっぱり全然違うと思ってイギリス。ツッチーよりも、はい、僕ちょっとだけ年上じゃないですか、はい、ほんのちょっと、はい、昔の国産車こんな音でしたよ。あ、本当ですか。本当です、本当です。ザ・イギリスって言ったらポクポク言ってるやつですか。ああ、そうですね。ダイムラー、はい、そう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 、はい、あれはもうすげえポクポク言うんですよね、うん、これなんかね、本当昔昭和によく聞いた国産の音って感じします。ちょっとクラシカルな感じですか。なんかね、そんな感じがします。僕はもう昔ながらのリレーの音って感じですね、はい、うわー、ちょっと言っちゃっていいですか、はい、音の方が速いです車より音の方が速かったですね、はい、踏んでないですからね、はい、あんまりなんか踏んだ方が静かなんじゃねえか説が、はい、排気音が冷静すぎて車の先行ってましたね音が行ってましたね完全に、はい、楽しい、うん、車の中の質感はでも本当にいいですよね。いや本当なんですか、ちゃんとしてるっていうか、はいはい、偉そうですけど、やっぱり抜かりはない感じなんですね、はい、これはね、やっぱりジャガーなんで。レザーもステッチも、うん、でホイールベース短い割に、はい、ギャップ超えた時バタバタしないですよ意外と。ああ、なるほど、うん、なんですかね、いい感じですよ僕は運転してて。
そしてシートはやっぱりこの助手席側もきめ細やかに調整できて、うん、この辺はありがたいですね。ね、はい、なんか助手席運転席だって設定一緒ですよね、はい、そうですよね、はい、座るところ差別がないっていう、はいはい、なるほど。なんかあのあれですね、はい、コメントがちょっと控えめですね今のところちょっと時間が空いちゃったんで。そうなんですよね。そうなんです。ちょっとだけちょっとこう気持ちが、どんな風に紹介したっけなっていう、うん、紹介した時とあんまり違うこと言ってたらちょっとドキドキだなと思って、うん、でもなんかこう、はい、こういう車ってスタイル重視のイメージがあって、はい、なんか乗っていると、はい、ぎこちない車って意外とあるんですけど、この車はちゃんとしっかりしてる感じがすごく伝わってきますね。なるほど。なんていうんですか、前後のこうバランスがいい感じなんですか、はい、はい、そんな感じですね。でそういうんじゃダメなんで、もうちょっと辛口でコメントした方がいい、いいですかね。いや僕的には、はい、もうちょっとこう軽快な走りを想像してました。そうですか、はい、軽快に走りますか。ちょっとそしたら意外や意外もっとどっしり、うん、ちょっとこマフラーのせいもありますかね。ちょっとね、はい、すいません、意外と遠慮してます周りの人にうるさいって思われちゃうかなと思って。確かに、はい、空いてる高速道路とかだったらめっちゃ気持ちいいですね。確かに。だから今日車が多いから、多いですね、はい、法定速度内ダッシュもちょっとできない感じですね。本当はでもこういう車ってちょっとワインディングじゃないけど、そうですよね、はい、ちょっと高速乗ってみたりとか、そう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 、そういうところで走って、はい、ダメだよこれじゃ、はい、とかさ、はい、ここ改善しないととか、はい、だからここカスタマイズしようよとかっていう話の方が楽しかったりするんですけどね、はい、本当はこういう車はちょっとこう都内ちょこちょこ走り回る車ではないですからね。そうですね、はい、でもなんか乗ってて楽ですね。ちっちゃいからかな。なんかもう車だけ見た時はすっげえいいな、欲しいなと思ったんですけど、うん、ちょっとぶっちゃけちょっとがっかりします。本当に、うん、なんでなんとなくもっと走りがこう痺れるようなスパルタンだと思う痺れるような走りだと思っちゃってたっす、勝手に。ああ、はい、痺れますよ。本当ですか。本当本当本当、今痺れないように走ってたんで。本当ですか。はい、土地が失禁しない程度に今。本当ですか。はい、走ってた。ちびっちゃいますか、ね、ちびっちゃう。ビビれますよ。でもガッチガチっていう感じしないですね。全然しないです、はい、うん、不思議な感じですよね。うわうわ早っ。これでもごめんなさい超今遠慮です。本当っすか。いやいや、もうだって3000ぐらいしか回ってないですよ。本当っすか。本当本当本当、後で乗りない、乗ればわかる。うわーと思いますよ。これってもしかしてこう本気を出したらやばいやつですか。あ、全然やばいと思う。本当っすか。はい、やばい、今ちょっと久しぶりにヒュンってなるぐらい加速しましたね、はい、これで今ので3500回したかぐらいですよ。本当っすか。いや、ほんとほんとほんと。まあでも冷静に考えたらメーター340まで振ってあるんですもんね。そうですよ。まともな車じゃないですよ。まともじゃないですよねそう考えてもね。これ本当の話なんですけど、はい、この車じゃないんですけど、はい、他の F タイプ R 収めたお客さんに、はい、怖いから売るって言われた時あるんですよ。本当っすか、うん、アクセルの付きは良すぎるし、速いし、怖いって言われて。あれ、これじゃあ本当に全然本気を出してないから。あ、全然、はい、そーっと今踏んでるんですよ。柄にもなく僕足つっちゃうんじゃないかぐらい力入れてこうそーっと踏んでます。マジっすか。はい、そうするとなんかこのタイトさとなんかちょっと辻褄が合ってきましたよ。合うでしょう、はい、だね、おそらく、はい、助手席の方は、同乗されてる方は、はい、足元のちょっとこう膝のところのタイト感と、はい、ものすごい加速で、はい、ブーイング出ると思いますよ。いや、でもこれ本当にこう伸ばすとこう踏ん張るようにこう、うん、こういう足になるじゃないですか、はいはい、こうじゃなくて、うん、はい、こうじゃないと G に耐えられない感じですかね、もしかして。そうだと思います。それぐらい加速と減速 G に、はい、そうです。そうですね、グッと踏ん張って背中にこう先に力入れとかないと、うん、危ないですよ。
うわちょっとこれ助手席と全然感覚違いますね。いや全く違いますよ。確かに助手席なんかそうですね、なんかダルな感じがしますね、雰囲気が、視界が良すぎて。あ結構合成感あります。いや全然あるでしょ、はあ、ちゃんとしっかりしてるでしょ、はあはい、助手席なんかそんな感じしなかったですけど。あ本当ですか、はあ、感じさせなかったっす。あうわこれメーターめっちゃ見やすい。そう見やすいですよ。これエアバッグがこんだけ下がってると全然違うんすね。そうなんですよ、これ全然違います。ちょっと僕的にはもうちょっとハンドル上から、はい、うわめっちゃ見やすい。めっちゃいいですよねこれね、はあ、このエアバッグこんな車ないっすね、うん、こここんなに取れてて。そうそうそう、いやハンドルもいい感じ。いやもう助手席全然、助手席じゃっていうか運転席全然タイトさはないっすね。逆にね、ないっすね。あの右足のドア側の隙間が僕は逆に広すぎて気になります。あ確かに確かに、はい、そこはすごい嫌ですね。へえ、不思議な感じ、助手席と運転席こんな違うんですね、うん、違いますね。なるほど。あれこれモードもあるんですよね。モードありますよ、ここに。こっちか、はい、なるほど。マフラーと今僕のあの、はい、長い足でこうどんなぐらいのそうですね、相当長くないと椅子全部後ろにしないとじゃないですか。そうそうそう、何その感じ悪いか全然感じ悪くないですよ。本当、はい、でこの車にはドライブレコーダーもついております、はい、レーダーもついてると。レーダーもついてますと。レーダー必須ですね。もう必須です、はいはい、これが本当いいですよね。助手席も運転席と同じ調整ができる。確かに、はい、そこを次の信号まで踏める法定速度内で。本当ですか、うん、ケツ出ないですか。いや、四駆だから大丈夫。マスハンドルまっすぐにしとけば。危ない、これは危ないでしょ危ない、これ危ない、うん、分かった、分かりました。やっとこれうーってなりますね。なるなる、ドライバーもなりますよちゃんと。うーってこれはちょっと危ないすごい。もともと車両紹介でも多分確かお話ししてたと思うんですけど、はい、FR 設定で出始めたじゃないですか、はい、だから相当危ないというか。あ FR なんで、はい、これ四駆必須っすね。うん、そう思うよね、やっぱりね、乗るとね。これすごい意外と多分皆さん食わず嫌いなところあって、これっていうかスーパーチャージャーだからもうターボラグゼロっすね。いやもうないんですよ。だから踏んだ瞬間にグワッてくるっすね。そうなんですよ、グワッていうのはないっすね。ないです、そのままドーンってくるんで。これはちょっと危ないですね。これ危ないでしょ。でほらこれカプリストのマフラーだから、はい、少なからずとも今ねバルブ閉じて、はい、ほどほどに回転上げて走ったじゃないですか、はい、開放してて抜けが良くなったらもうちょっと音もあってすごい感じになると思いますね。これすごい。いやつい最近、うん、A45S 現行のやつ、はい、乗ったんですよ。 あ, 乗ったんですか。あれも危ないじゃないですか。いい、乗ってないです僕。本当ですか。危ないんですよあれも、乗りたい、うーっていう。本当、はあ、もう加速 G がやばすぎる。これ危ないやつだなと思ったんですけど。マジでそれを超えてますね。あら本当に、はい、A45 もうわ危なと思ったんですけど、うん、このスーチャーの立ち上がりは比じゃないっすね、うん、そうだね、ターボより、うん、しかも V8 5リッターにスーパーチャージャーでしょ、はあ、だから逆に考えると、はあ、トルク太りな感じするんですけど、はあ、そんなこともなく。これは助手席乗せた時は完全に騙されましたあ危ないかもね。これすごい、うん、これでもちょっと気をつけて踏まないとダメですね。いや本当本当気をつけないとダメです、いろんな意味で。おまわりさんにも確かに確かに止められちゃうような、はいはい、あっという間に速度域に達してしまう。これすげー、はい、このレスポンスの良さ、うん、でコンパクトボディじゃないですか、はい、だから多分特にこの車は AWD なんで、はい、峠は楽しいかなみたいな感じはしますね。これちょっと峠走りたいっすね。走りたいよね、はあ、こういうのでね、 VV っつって VV したいっすね。 VV 行きたいっすね。
なんだったらサーキット走ってみたいなみたいな感じですよ。ちょっとこれ並みの加速の車ってまあないっすね。まあないっすね。これ左行きますか。これはすごい、ちょっと、うん、いやもう完全にみんなこれ食わず嫌いですよ。でしょ。はい。なぜこれをみんな買わないのかっていう、うん、意外と今まであのボンド買わず、はい、各店舗、特に東京店はジャガー F タイプ R 大好きで仕入れて売ってっていうことをしてたんですけど、皆さん一緒ですね、言うことが こんな早いんだって。これ乗ったら惚れます ね、はいはい、すげえ。63とかはまあまあ早いじゃないですか。そうわ、ね、ーってくるじゃないですか、うんうん、超えてますね、うん、すごっ。これでも使うとこない言っちゃった言っちゃいました、うん、それはどの車も一緒ですよ。あ、まあまあまあそうなんですけど、そうそう、最近の輸入車の大型セダンも必要以上にパワーあったりするから、みんな一緒ですよそれは。そしてこれサイズ感的には割とちっちゃいから、はい、ちっちゃいっていうかそんな、うん、とてつもなく大きいわけじゃないから、はい、取り回しは別に気使わないんですけど、うん、アクセルに気使いますね。そうなの、はい、ね、特にこういう狭い路地とかはもう気使いますね、うん、そうですそうです。だからもうこのモードはもう普通に、はいはい、今コンフォート、これダイナミックモードオフになりました。あ、なりました、はい、ダイナミックモードオフにして普通のモードにしとかないと。あ、まあまあこれならまあ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 、はい、ダイナミックだとアクセルの突き良すぎちゃうから。そうですね、本当危ないです。でこれでも危ないですよ。危ないって言い方はおかしいですけど、すごいですよね。そうですね、はい、ちょっと右足に結構本当に気使いますね、この車。気使うでしょ、はい、うん、そうなの、持て余しちゃいます。そうだからほら、あの、あれなの、これすげー釣っちゃうんだよ、右足これ釣っちゃいますね、本当に釣っちゃうよ、はい、気使ってないと。でそれがまた面白いんだね。たまんないですね、これ。これはすごいな、はい、僕的には一押しですよ。パドルとか間に合わないですもん、なんかもうおーっつって正直言うと、はい、僕の中の、はい、あのジャガーのイメージって、はい、あの昔もスーパーチャージャーの XJR とかあったじゃないですか、はい、で、まあ、そこそこ当時としては早かったんですよ、はい、でもブレーキがとてもなんていうの、プアーな感じ。そう、プアーな感じなんですよ。だからそういうイメージがすごいあったんですけど、はい、ある時 F タイプ R 乗った時に、はい、ブレーキもちゃんとしてるし、はい、ハンドリングもいいし足もいいし、はい、エンジンもピカイチ。ブレーキ効きますよね。何にも怖くないでしょ、はい、うん、だからすごいいい車だなと思って。そうですね、はい、ちょっとあのジャガーに対するイメージが変わりました。いやこれびっくりです本当に、うん、へえ。いやもうまあまあカルチャーショックです、うん、マジかと思って。ハンドルこのやばく下がっててこう中心がずれてる感があるかなと思って、全然そんな感じしないですね。いやいや全く違和感ないですよね、はい、まあ、やばくこう動くんで、うん、ちょっとあれかなと思ったんですけど全然そんな感じしないですよ、うん、エアバッグ見つめて走る人いないんで。まあまあまあそうですね、大丈夫です。へえ、うん、そして剛性感もしっかりあるんですけど、うん、なんかこう硬すぎないというか。そうですね、はあ、なんか気になるのはシートベルトのこの出てるこの辺から音が出るのが嫌ですね、はあ、あ、このベルトとこれが擦れてるんです。そう、キシミ音というか、レザーにちょっとこれ当たっちゃうんですね。そうなんですよ。これちょっとなんかね、フェルト地みたいなのキュッ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 って言ってますね。そう、フェルト地みたいなの貼って対策したいなってのありますけど。あ、背中も少しこうレザー同士が当たってるのかな。そう、若干ね、少し音がしますね、うん、普通に乗る分には気にならないですけど。まあまあ気にならないですよ、はい、へえ、うん、これはすごいな。そうするとなんかすげえお買い得じゃないですか。いやいや、すごいお買い得ですよ。なんかこう国内の評価が、うん、なんもっと評価されてもいいです。いやいや、いいと思うんですよね。めっちゃパワー、うん、これはすごいな、うん、わー、もうこのぐらいの坂道でちょうどいいですなんかでもパワーがこう
F タイプ R に乗ってると、はい、ポルシェのターボをのターボ S とか乗ってる時もそうなんですけど、はい、こう右足をこう踏み込みたくて踏み込みたくて、はい、それをこう我慢する自分との戦いってないですか。ああ、そう、まさにそうですね。ね、はい、ちょっと踏みて、ああでもうわーっていつも思うんですよ、はい。本当にだって一割も踏んでないですよ。そうでしょう。はい。本当に1センチというか踏み込み量としては、うん、それと話すのをこう繰り返す感じ。そういうことですね。これはちょっと本当に街乗りで、はい、逆にストレス溜まる感じですね。そうですね。まだでもね、はい、ビンビンのスポーツカーじゃないからいいけど、はい、どっちかって言えば乗った感じはなんとなく GT カーという雰囲気がムンムンしてるんで、はい、確かに踏まなければ。これすごいな。なんかさ、作りがさ、こう、はい、ビジュアルがさ、はい、あまりにも高級車感が出てるから、はい、これ左ですね。騙されますよ。そうそして普通に流してるとさ、騙されるよね、はい、うん、まさかこんな乱暴な車だと思わなかったいやでももともとジャガーってこうレースに結構力入れてて。そうですね。ですよね。本来であればというか、もともとそのスポーツカー系だったりとか、今でこそなんかあんまりそういうテイスト前面に出してないですけど、うん、そうですね、やっぱり根本にあるところはやっぱりこの、いやージャガーってやっぱり、はい、走って楽しい、乗って楽しい、はい、スポーツカー、まあ、スポーツサルーンというか、はい、当然、昔のシーカーみたいな車だったりとかね、はい、レース出てましたし、そして美しいという。そうですね、はい、あれ言いたいのはあれでしたっけ、うん、あのエントフェラーリがめちゃめちゃかっこいいって言ったんでしたっけ。知らない。そうですよ、確かそんな逸話があるんですか、はい、昔のあの、めちゃめちゃロングノーズのいいタイプ、はい、あれはなんかエンツォ・フェラーリがこの車は美しいって言ったって言ったとか言わないとかっていう逸話が、はあ、なるほど、はあ、だからこの美しさと凶暴さを兼ね備えた、うん、そんな車だったっすね。へー。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりジャガー F タイプ RAWD をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。